スペードの女王作品68は、ピョートル・チャイコフスキーが作曲した前三幕のオペラ。ロシア語のリブレットは作曲者の弟である、モデスト・チャイコフスキーの執筆であり、アレクサンドル・プーシキンの小説、スペードの女王を原作とするものの、大きな改変が加えられている。初演は1890年、サンクトペテルブルクのマリンスキー劇場で行われた。 帝国劇場の経営人はイヴァン・フセボロシスキーが1887年から1888年に草案を起こした筋書きに基づくオペラの作曲をチャイコフスキーに移植した。当初は依頼を断ったチャイコフスキーであったが1889年に承諾することにした。彼は同年の暮れにかけて劇場の支配人らに会い、 題材について議論するとともに一部のシーンの下書きを行うなどした。オペラの送付はフィレンツェにてわずか44日間で仕上げられた。後日、主人公の役を演じることになったテノール歌手と打ち合わせを行い、第7話のゲルマンのアリアに対し異なる調整を用いて2つの版を作成している。変更点は印刷譜の第1版と、 第2版の構成記録と添付の書類により確認できる。チャイコフスキーは作曲を行う方はラらリブレットにも活発に手を加え一部のテクストを変更するとともに2つのアリアに自作の歌詞を追加している。作曲者チャイコフスキーと初演でゲルマン役を演じたニコライ・フィグネル及びリーザー役を演じたメディア・マイ・フィグネル1890年撮影。 主人公のゲルマンは全7話のすべてで歌うことになる。これは歌手に高い技術と忍耐力を要求する。その役は、名高いロシアのテノールであったニコライ・フィグネルを念頭に置いて書かれており、書演ではフィグネルがこの役を演じた。ニコライの妻のメデアマイ・フィグネルはリーザを演じている。サンクトペテルブルク書演の稽古には作曲者自身も参加している。 批評家は激賞する評論を掲載した。チャイコフスキーは後年次のように書いている。フィグネルとサンクトペテルブルク管弦楽団は真の奇跡を起こした。初演は極めて大きな成功を収めた。12日後に行われたキエフ初演も同じく成功に終わった。ボリショイ劇場での初演は翌年に行われた。チャイコフスキーは自らの老作に対層満足していた。 サンクトペテルブルク書演キエフ書演モスクワ書演他の主要上演コントラルトが歌うミロブゾールとポリーナおよびバリトンが歌うズラトモルトトムスキーは同じ人物が演じても良い時にペリパトリーザを一人の歌手が演じることもあるが他の一人に役とは異なりチャイコフスキー自身はこれを認めていなかったピッコロフルートにオーボエにコーラングレクラリネットに バスクラリネット、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、サントロンボーン、チューバ、ティンパに、小太鼓、大太鼓、ハープ、ピアノ、言語部第一場エカチェリーが2世が治める時代。子供たちが、サンクトペテルブルクの夏の庭園で兵隊ごっこをして、遊んでいる。二人の将校、スリンとジェカリンスキーが入ってくる。スリンは、賭けでの不運を嘆いている。 二人は別の証拠の話を始める。その人物、ゲルマンは、賭博大に夢中になっている様子であるものの自らは、かけようとはせず、失踪ながら、超綺麗な様子だという。トムスキーと共に、ゲルマンが姿を見せる。トムスキーは、友の様子が以前とは似ても似つかぬようだと口にする。彼は何かに悩まされているのか。ゲルマンは、自分の中屯地の上に住む少女に、 心奪われてしまったのだが、その女性の名前すら知らないのだと告白する。将校のエレツキー公爵が、ぶらりと公園に姿を見せると、チェカリンスキーは、最近決まった彼の婚約について、祝いを述べる。エレツキーが、自らの幸せを口にする一方、ゲルマンは、羨ましげに彼を呪う。ちょうど降いた、白爵夫人とその孫にあたる一人の女性が、通りがかるが、 エレツキーはその女性、リーザを指して自分の婚約者であると紹介する。二人の女性は、ゲルマンの姿を見つけ、驚くほどに自分たちを凝視する彼を以前にも見たことがあることに気づく。ゲルマンはリーザが名も知らぬ片思いの相手であることを悟ったのである。エレツキーと二人の女性が立ち去ると考え込んでしまった、ゲルマンを尻目に他の将校の面々は、 白爵夫人について語り合う。スペードの女王として知られる彼女は、かつては、その美しさゆえに、モスクワのビーナスの異名を取っていた。パリで、サンジェルマン白爵から、ジョージの頼みと引き換えに、勝利の方程式を手に入れた彼女は、若い頃に、賭博で成功を収めたことがあった。トムスキーのことによると、彼女の夫と、その後若い恋人の二人の男だけが、 その秘密を知ったのだという。なぜなら、彼女の前に幽霊が現れて、三人目の要求者が現れて力づくで秘密を手に入れようとするから、用心するように、と警告していたからであった。三枚のカードの勝利の並びについて考え、将校たちはその組み合わせがあれば、ゲルマンの問題を解決できるのではないかとそれとなく、口にする。雷鳴が近づき将校たちは立ち去るが、 一人残ったゲルマンは伯爵夫人の秘密を手に入れることを誓う。第二話リーザは自宅で小さなピアノに向かい、友人のポリーナと共に田舎の夕暮れを題材に重傷をしている。居合わせた女友達がせがむので、ポリーナは悲しいバラードを歌い始め、舞踏風の歌がそれに続く。一度今日に乗ってくるが、リーザは一人物思いに沈んでいる。 女家庭教師がはしたないフォークダンスに興じる、少女たちをいさめ、友人たちへは家に帰るように言う。最後にその場を後にする、ボリーナはリーザに元気を出すよう促し、リーザはそれに応える。嵐が止むと美しい夜が広がり、彼女はメイドのマーシャにバルコニーへ通じるフレンチ窓を閉じないように頼む。一人になったリーザは婚約することになった不幸を口にする。 彼女は公園にいる若い男性の魅力的な姿に心惹かれていたのである。彼女が驚いたことにバルコニーにゲルマンが現れる。ゲルマンはあなたが他人と婚約したことで自分を銃で撃つところだったのだと訴えつつ情けをかけてほしいと彼女に行こう。伯爵夫人がノックする音が聞こえ、リーザがゲルマンを隠してドアを開けると夫人は窓を閉めて床につくようにと告げる。 伯爵夫人がその場を離れるとリーザはゲルマンに立ち去るように言うが気持ちに抗いきれずに彼の抱擁を受け入れる。第一話その後いくらも経たない頃仮面舞踏会の席でゲルマンの仲間が彼が勝利のカードの秘密に取り憑かれているようだと述べる。リーザを連れて通りすがったエレツキーは彼女の悲しみに気づき彼女に自分の愛を伝えて安心させようとする。有名なアリア 記女を愛していますが歌われるのはこの場面である。ゲルマンはリーザからメモを受け取る。そこには後であってほしいと書かれている。スリント、チェカリンスキーが彼をからかうために背後から近づき、彼が白尺夫人の秘密を知ることになる。三人目の要求者であると囁いて群衆の中へ消えてゆく。 ゲルマンは何を聞いたのだろうかと不思議に思う。舞踏会の主催者が女羊会の劇の開始を告げる。リーザはゲルマンの手に祖母の部屋の鍵を忍ばせ、祖母は明日部屋に戻ってこないと伝えるが、ゲルマンは深夜に尋ねると言って聞かない。自分が白爵夫人の秘密を手にする運命なのだと考えつつ、ゲルマンはその場を後にする。出席者の注目は、 間もなく到着するというエカチェリーナ2世へと向けられており、到着に備えて、オシップ・コズロフスキーのポロネーズが演奏されて群衆が敬礼しながら歌っている。第2話伯爵夫人の部屋へ忍び込んだゲルマンは、モスクワのヴィーナスの肖像に見とれつつ、自分と彼女の運命がいかに交わっているかに思いを馳せている。一方がもう一方のために命を落とすのだから。 リーザの部屋へ向かわずその場に長く留まりすぎたため、白爵夫人の従者が来る音が聞こえてくる。夫人が近づくと彼は身を隠す。白爵夫人は、現在の日々を嘆き、彼女が、ベルサイユ宮殿でポンパドゥール夫人その人を前に、アンドレ・エルネスト・モデスト・グレトリのオペラ、失神のリチャードから、アリア、ジュック・レインズ・デリュイ・パーラー・ラニュイを歌っていた、若かりし、前期時代の思い出を語る。 夫人が歌たた寝を始めると、ゲルマンが彼女の眼前に立つ。目覚めた夫人はおののくが、ゲルマンは彼女の秘密を教えるように訴えかける。夫人が何も言えないでいるとゲルマンは、給与の策で銃を突きつけて脅すマイナスすると夫人は、恐怖のあまり絶命してしまう。リーザが駆け込んできて、自分が心を捧げた恋人には、白爵夫人の秘密の方が大事だったのだと知る。 ゲルマンに出て行くように告げ、リーザは涙に結ぶ。第一話冬の風がうなりを上げる弊社の自室で、ゲルマンがリーザからの手紙に目を落としている。そこには、真夜中に川の土手で会いたいと書かれていた。白爵夫人の葬儀で歌われる合唱を聞く自分の姿を想像していたゲルマンであったが、窓をノックされて飛び上がる。そこに、 夫人の幽霊が現れて告げるには、ゲルマンがリーザーと結婚し、彼女を守れるようにするため、自らの意に反して、彼に秘密を教えなければならないという。ゲルマンは告げられた秘密をそのままに、呆然と三つのカードの数字を繰り返す。それは3、7、1であった。第二番冬の運河の傍らで、リーザーがゲルマンを待っている。時はすでに深夜となっており、彼女は、 まだ彼が自分を愛してくれているという一縷の望みに、すがってはいるものの、彼女の若さと幸せが闇に飲まれる様子を目にする。ようやく現れたゲルマンは、安心させるような言葉を投げかけたと思うと、白爵夫人と、その秘密についてそうやに口走り始める。もはや、リーザのことすら眼中にない彼は走り去ってしまう。すべてを失ったことを悟り、リーザは自ら命を絶つ。 第3話賭博場で、ゲルマンの同僚の将校たちが軽食を済ませて、ファロで勝負をしようとしている。エレツキーはこれまで掛け事をしたことがなかったが、婚約が破れた今は場に加わっている。愛では不運だったが、カードでは幸運だ。トムスキーが歌で皆を盛り上げる。ついで、チェカリンスキーが伝統的な賭博師の歌で先導する。 ゲームのために席に着くと、興奮状態で取り乱した様子のゲルマンが現れて、一同は驚く。衝突を察したエレツキーは、トムスキーに対し、もし勝負になるのであれば補佐してほしいと頼む。ゲルマンは賭けることしか頭になく、4万ルーブルという、高額で賭けを開始する。3に賭けたゲルマンが勝利し、周囲は彼の狂気をはらんだ表情にたじろぐ。 ゲルマンは続いて7にかけ、再び勝利を手にする。ここで彼はワイングラスを手に取り、人生は、ただのゲームだと嘘吹く。エレツキーは、次も、彼の勝負を受けて立つことにする。ゲルマンは、持てるものすべてを1にかけるが、カードを見せると彼の手にあるのは、スペードのクイーンだと周囲が言う。復讐を遂げた、白爵夫人の幽霊の交渉を目にして、ゲルマンは、 自らの命を差し出して、エレツキートリーザの許しを請う。皆は、彼の痛めつけられた魂に祈りを捧げる。ありがとうございます。